趣子学。趣子学とは、南宋の主機によって再構築された儒教の新しい学問体系。日本で使われる用語であり、中国では、主機が自らの先駆者と位置づけた、北宋のほど、お都と,と合わせてほど主学ほど、主理学、ほど、主学派と呼ばれ、宋明理学に属す。当時は、ほどお外会ら成人の道を標榜する学派から、派生した学の一つとして、 ダウザムとも呼ばれた。陸王神学と合わせて人間や物に先天的に存在するという理に依拠して学説が作られているため、理学、宋明理学と呼ばれ、また、信代、関東君古学に依拠する漢学、工場学からは、総学と呼ばれ。初期はそれまでバラバラで矛盾を含んでいた北宋の学説を歩道都外による生息理説、 生がすなわち理であるとする野抵抗の天理、天が理であるをもとに、仏教思想の論理体系性、道教の生成論及び生座という行法を取り込みつつも、それを代替する儒教独自の理論に基づく壮大な学問体系に仕立て上げた。そこでは、自己と社会、自己と宇宙は理という普遍的原理を通して結ばれており、理一文庫と自己収容。 中古による理の把握から、社会秩序の維持、知人に至ることができるとする、個人と社会を統合する思想を提唱した。なお、趣旨の理とは、理は、刑事上のもの、気は、刑事家のものであって、全く別の二物、理気二元論であるが、互いに単独で存在することができず、両者は、不理不雑の関係であるとする。また、気は、この世の中の万物を構成する要素で常に、 運動して、やむことがない。そして、木の運動量の大きい時を、要、運動量の小さい時を、影と呼ぶ。陰陽の二つの木が凝集して、木度金水の五行となり、五行の様々な組み合わせによって万物が生み出されるという。理は、根本的実在として、木の運動に対して、秩序を与えるとする。この、気に言論の立場に立つ存在論から、 生即利という実践論が導かれている。生即利の生とは心が静かな状態である。この生が動くと情になり、さらに激しく動きバランスを崩すと欲となる。欲にまで行くと心は悪となるため、絶えず情を投与し、生に戻す努力が必要とされるというのが趣旨学の特く倫理的テーマである。つまり、趣旨学の革新は、 実践倫理である。趣子学は、この、性にのみ、理を認める、イコール、生息理のであり、この、性に戻ることが、宗古の内容である。その方法が、虚形キュウリである。い高氏の心構えで、万物の理を極めた果てに、究極的な知識に達し、理そのもののような人間になりきる、キュウリのである。ちなみに、主記の主張する、生息理説は、 陸昌山の学説心即離説と対比され、手記は心即離説を社会から個人を切り離し、個人の自己収容のみを強調するものとして批判した。一方で手記は、賃料ら公理学派、こと工学派を個人の自己収容を無視して、社会関係のみを重視していると批判している。手記の学は、社会の統治を担う、次大武装の学として受け入れられたが、 軽減の闘金によって弾圧され、手記も不遇の晩年を送った。その後、一転して、李修の時代に、孔子病に重視されることとなり、続く現代には、科挙試験が準拠する、継承解釈として国に認定されるに至り、国家教学としてその姿を変えることになった。その結果、科挙で唯一採用された朱子学を学ぶことが、 中国社会を生きる上での必要かつ十分条件として位置づけられるようになり反対に過去から排除された他の学説は一部の偏屈な人あるい変わり者が学ぶものとする風潮が醸成されるようになった。秋よ国家協学となった趣旨学は過去合格という世俗的な利益のために行われまた体制側でも合尊での共同体倫理確率に趣旨学を用い 道徳的実践を重んじた成人の学としての本質を損なうようになった。そこで秋代の趣旨学者たちは、陸九淵地の神学を取り入れて、道徳実践の学を補完するようになった。この流れの中で、大森人の陽明学が誕生することになる。一方で、古巨人のように従来の趣旨学のあり方を模索し、その純粋性を保持しようとした人物もいる。 新代の朱子学は理議論や新請論よりも手記が晩年に力を入れていた霊学が重視され社会的な秩序構築を具体的に担う霊への関心が高まり壮大な世界観を有する学問よりは具体的、具象的な学問へと狭まっていった霊学への交渉的な研究はやがて交渉学の一翼を担うことになる新代になっても朱子学は 体制教学として継承され、礼教に基づく国家体制づくりに利用され、君神倫理などの狭い範囲でしか活用されることはなかった。衣川教は、履修以来の朱子学の国家教学科の動き、科挙における多説の排除などを中国史の天気と捉え、多様的な学説、思想が許容されることで儒学を含めた新しい学問。 思想が生み出されて発展できた中国社会が、趣子学による事実上の思想統制の時代に入ることによって変質し、中国社会の停滞、ひいては緩やかな弱体化の一因になったと指摘している。趣子学は十三世紀には朝鮮に伝わり、朝鮮王朝の国家の統治理念として用いられた。朝鮮はそれまでの駒の国教であった仏教を廃止。 朱子学を唯一の学問、漢学とした。そのため朱子学は今日まで朝鮮の文化に大きな影響を与えている。李氏朝鮮時代、国家教学として採用され、16世紀には李体系、李クリアの二大寿者が現れ、朱子学を朝鮮人の間に根付かせた。日常生活に浸透した朱子学を思想的基盤とした両パンは知識人。 道徳的指導者を輩出する身分階層に発展した。特に、理体系の学問は、日本の林羅山や山崎安西らに影響を与えた。朝鮮の朱子学需要の特徴として、李朝500年間にわたって、仏教はもちろん、儒教の一派である陽明学ですら異端として厳しく、弾圧し、朱子学一尊を貫いたこと、また、趣記の文工華麗を、 徹底的に制度化し、朝鮮古来の霊俗や仏教儀礼を受式に改変するなど、朱子学の研究が中国はじめその他の国に例を見ない、ほどに精密を極めたことが挙げられる。こうした朱子学の純化が他の思想への体制のなさを招き、それが朝鮮の近代化を阻む一要因となったとする見方もある。17世紀後半から18世紀にかけて活躍した詩人、 受学者のほど純粋は、琉球における、最初の学校名林道創設の研議を行うなど、琉球の学問に大きく貢献した。清との通訳としても活動し、六悟る演技を持ち帰って、琉球に反復した。この書は、琉球を経て、日本にも影響を与えている。一般には、正治元年、1199年に、日創した。 新言宗の総春城が日本へ持ち帰ったのが日本伝来の最初とされるが遺説も多く明確ではない。鎌倉時代後期までには御山を中心として学僧等の基礎教養として広まり、昭和元年1299年に来日した元の宗一山一年がもたらした注釈によって学理を完成した。古代五天皇や須崎正氏は、 朱子学の熱心な信奉者と思われ、鎌倉滅亡から、剣務の申請にかけての彼らの行動原理は、朱子学に基づいていると思われる箇所がいくつもある。その後は長く停滞したが、江戸時代に入り林平山によって、上下定文の利やその名文論が、武家政治の基礎理念として再考され、江戸幕府の政学とされた。松平定信は、1790年、完成2年に、 完成医学の勤を発している。だが皮肉なことに、この朱子学の台頭によって、天皇を中心とした国づくりをするべきという、尊王論と尊王運動が起こり、後の倒幕運動と明治維新へ繋がっていくのである。ただし、幕末、維新期の尊王派の主要人物である、西郷隆盛や吉田松陰は、共に、朱子学ではなく陽明学に近い人物であり、 砂漠派の中核であった藍津藩、桑名藩はそれぞれ星名正幸、松平定信の流れであり趣旨学を尊重していた。趣旨学の思想は近代日本にも影響を与えたとされる。1890年、明治23年、教育直後が可視されるトロクサトルは近代日本の道徳思想として本格的に採用された。軍部の一部では特に、 朱子学に浸水するものが多く2.26事件や満州事変にも多少なりとも影響を与えたと言われている以下のケ図は、は全てではないいわゆる総額を報じたものを楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください